見つけると思わずシャッターを押したくなる。富士山はいろんな表情で私たちを楽しませてくれたり、応援してくれたり、慰めてくれたり、癒してくれたりします。そして富士山は私たちにたくさんの恵みを与えてくれています。富士市を散策していると、あちらこちらで見られる清らかな水の流れ。富士市には多くの湧水群があります。ここ宝雲寺は通称湧き水寺。境内には富士山の雪解け水が一年中湧き出ています。年間を通して水温が変わらない清流には、地元小学生が植えたバイカモが可憐な花を咲かせます。やはり水というのは人間にとって非常に大事だと思いますし、この雄大な富士山から湧き出るこの清らかな水、もう我々の財産だと思います。新たに寺でですね、お水を汲む場所を作ったら、富士の水道の水はとっても美味しいって言われてますけども、それ以上にですね、こんなに美味しいお水が間近にあったんだということを再発見していただく。富士山の1年間の降水量は日本の平均を大きく上回るおよそ3000ミリ。富士山に降った雨は何層にも重なりながら、水を通しやすい溶岩層を通り、すぐに地中深くに染み込んで地下水になります。この地下水が標高の高いところから低いところに流れ、人々が暮らす町に湧き出ているのです。湧水の源は富士山。湧水量は1日90万トン。メイドイン富士認定です。水草が気持ちよく流れに身を任せる田宿川。豊富な水量の清流は市街地を流れています。田宿川たらい流し川祭りには、子どもたちへのメッセージも込められています。子どもたちにね、永久的にこの川を守ってもらいたいというのが、まあ、目的なんだけども、湧き水の川だもんですから、湧水の田宿川の環境を守ろうというものが一つのテーマですよね。それに向かって、毎年やってると。そして日本三大急流の一つ富士川は、河口幅の広さが日本一。河口内側に広くて静かな水面が広がり、水鳥の飛来地になっています。各地からバードウォッチングを楽しみに、たくさんの人たちがやってきます。浮島ヶ原自然公園は、サワトラノオやノウルシなど絶滅危惧種の植生を保護しています。自然観察会では、市民も身近に残る自然を感じています。さらに富士の自然を守るため、富士市ではブナを植樹する事業を行い、市民と行政が連携して自然と共生する社会を目指しています。富士の湧水と自然は未来のために。メイドイン富士認定です。